日本の捕鯨量の水や家系3種、ミンククジラ青から、ニタリクジラキマッコウクジラ水から、イワシクジラクロウから、ナガスクジラ築地市場。2008年撮影日本の捕鯨では、日本人が行ってきた捕鯨について扱う。日本では、明治時代に西洋式捕鯨技術が導入される前、戦士時代から独自の技術で捕鯨を行っていた。江戸時代には、 クジラ組と呼ばれる大規模な捕鯨集団による組織的捕鯨が行われていた。明治時代には遠くの南極海などの概洋にも進出して捕鯨を創業、ノルウェーやイギリスと並ぶ主要な近代捕鯨国の一つとなった。捕鯨の規制が強まった現在も日本は捕鯨を継続する数少ない国の一つである。日本の捕鯨は U ウトリや、クジラとッと呼ばれ、古くから行われてきた。その歴史は、戦士時代の捕鯨から、初期捕鯨時代、網取式捕鯨時代、放殺式捕鯨時代へと分けることができる。かつては弓矢を利用した捕鯨が行われていたとする、見解があったが、現在では否定されている。江戸時代のクジラ組による網取式捕鯨を頂点に、 日本独自の形態での捕鯨が発展してきた。月取り、式捕鯨、追い込み式捕鯨、受動的捕鯨は日本各地で近年まで行われていた。月取り、式捕鯨、追い込み式捕鯨はイルカ追い込み量など比較的小型のクジラ類において現在も継続している地域もある。また、受動的捕鯨についても一部地域では慣習として 食用利用する地域も残っている。日本における捕鯨の歴史は、すでに漁労活動が行われていた、縄文時代まで遡る。約8000年前の縄文前期の遺跡とされる、千葉県館山市の稲原貝塚において、イルカの骨に刺さった、黒曜石の、先の石器が出土していることや、長崎県田平町にある、 約6000年前の縄文時代早期のつぐめの美石で、芸類捕獲や解体に使われたと見られる石森や石器が出土しているほか、約5000年前の縄文前期末から、中期初頭には、富山湾に面した石川県真脇遺跡で大量に、出土したイルカ骨の研究によって、積極的捕獲があったことが証明されている。 約4000年前の縄文時代中期の九州各地の遺跡では、クジラテイ器と呼ばれるド器テにクジラの脊椎骨の圧迫跡が存在する例が多数あり、これは脊椎骨を製作台、回転台として利用していたと見られている。弥生時代の捕鯨については、長崎県壱岐市の春の辻遺跡から出土した弥生時代中期の亀管に捕鯨図らしき、 戦国のあるものが発見されており、韓国版が目台の岩国画に見られる、戦死時代捕鯨図との類似性もあることから、日本でも弥生時代に捕鯨が行われていた可能性が高いと考えられるようになった。春の辻遺跡では、弥生時代後期の出土品として、クジラの骨を用いた防水車や矢尻なども出土しており、さらに森を打ち込まれたクジラと見られる線画が描かれた。 壺が発見された。もっとも、大型のクジラについては、入り江に迷い込んだ個体を船で浜辺へと追い込むか、海岸に流れ着いたクジラを解体していたと見られている。北海道においても、イルカなどの小型のハクジラ類の骨が大量に出土している。6世紀から10世紀にかけて、北海道東部からオホーツク海を中心に栄えたオホーツク文化圏でも、 捕鯨が行われていた。根室市で発見された鳥骨製の張り入れには船から綱付きのリアタマモリをクジラに打ち込む捕鯨の様子が描かれている。オホーツク文化における捕鯨は毎年クジラの回遊時期に組織的に行われていたと見られ、その影響を色濃く受けたアイヌの捕鯨は明治期に至るまで断続的に行われていたとされる。 アイヌからの聞き取りによると、鳥かぶとから採取した毒を塗った森を用いて南から北へと回遊するクジラを狙うといい、これはコディアック島などの先住民による捕鯨と共通する。クジラを捕らえることは数年に一度もないほどの稀な出来事であり、共同体全体で祭事が行われていたという。奈良時代に編纂された万葉集においては、クジラはイサナ、または イサと呼称されており、捕鯨を意味するイサナトリは、海や海辺にかかる枕言葉として用いられている。11世紀の文献に、後の大五組の祖先が851年頃に、王魚を捕らえていたとする記録もあり、捕鯨のことであろうと推測されている。鎌倉時代の鎌倉由井ヶ浜付近では、生活史跡から、食料の残存物と見られるクジラやイルカの骨が、 出土している。同時代の日蓮の書状には、房総で採れたクジラ類の加工処理がなされているという記述があり、また、房総地方の生活具にもクジラの骨を原材料としたものの頻度が増えていることから、この頃には、房総に捕鯨が発達していたことや、クジラやイルカなどの海産物が、鎌倉地方へ流通していたことが推定されている。 会場において大型のクジラを捕獲する積極的捕鯨が始まった時期についてははっきりとしていないが少なくとも12世紀には湾の入り口を網で塞いでクジラを捕獲する追い込み漁が行われていた。突き取り式とは森、ヤス、矛などを使ってついて取る方法であり縄文時代から理科しらしき森などで比較的大きな魚を捕獲していた。 また遺跡などの壁画や土器に描かれた図から、縄文や弥生時代に、大型のクジラに対し月取り式捕鯨を行っていたと、する説もある。クジラ機によれば、大型のクジラに対しての月取り式捕鯨が最初に、行われたのは1570年頃の三河国であり、6から8層の戦団で行われていたとされる。16世紀になると芸肉を料理へ利用した例が、文献に見られる。 それらの例としては、1561年に、三好義長が、邸宅において、足利義輝にクジラ料理を用意したとする文献が、残されている。この他には、1591年に、土佐国の長祖壁元地下が、豊臣秀吉に対して、クジラ一頭を献上したとの記述がある。これらはいずれも冬から春にかけてのことであったことから、この時期に、 日本列島沿いに北上するクジラを獲物とする、常習的な捕鯨が開始されていたと見られる。戦国時代末期に入ると、捕鯨用の森が利用されるようになる。捕鯨業を開始したのは、伊勢湾の熊野水軍をはじめとする各地の水軍、海賊出身者たちであった。奇襲熊野の大地裏におけるクジラ組の元締めであった、和田中兵よりもとは、 1606年に、先州堺の家門、微州地田、諸崎の伝授と共同で、捕鯨用の森を使った月取り法方よる、組織捕鯨を確立し特組と呼称された。この後、1618年、中米より元の長男、金家門よりてるが、微州地田、小野浦の葉ざしの与え掃除を雇い入れてからは、本格化し、これらの捕鯨技術は、熊野地方の外、 三陸海岸、安房沖、遠州灘、土佐湾、相模国三浦、そして長州から九州北部にかけての再開地方などにも伝えられている。三浦上信が寒栄後期に表したとされる見聞集によると上信が若い頃、尾張と伊勢ではクジラをついていたが、関東ではつくことはなかった。しかし文禄期に尾張でクジラ好きの名人と言われていた。 マセスケベイが、相模三浦に来て、クジラの月取りが、三浦半島に伝わると急速に普及し、当初関東では年に100の200匹もついていたが、4半世紀ほどで年に4から5匹しか取れなくなった、という。1677年に、網取式捕鯨が開発された後も月取り式捕鯨を継続した地域もあり、また、明治以降にも、 捕鯨を制御にしない、漁業地において、大型のクジラなどを突き取り式で捕獲した記録も残っている。奇襲体重ラクジラ大量の図。捕鯨技術、大事1677年には、同じく、体重ラの和田金右衛門よりてるの次男、和田角右衛門、雷を治むが、それまで捕獲困難だったザガシラクジラを対象として、チョマ性のクジラ網を考案。 森と併用する網かけ付き鳥捕鯨法を開発した。さらに、同時期には捕獲したクジラの両端に船を挟む、持ちそうと称されるクジラの輸送法も編み出され、これにより、捕鯨の効率と安全性は、飛躍的に向上した。抵抗が激しく危険な親子クジラは取らず、組織捕鯨は、地域住民を含め莫大な経費のかかる。 産業であったため不良の時は切迫し捕獲することもあった。漁師たちは非常に後悔したという記述も残っており、道徳的な意味でも親子クジラの捕獲は避けられていた。もっとも、子クジラを死なない程度に傷つけることで親クジラを足止めし、まとめて捕獲する方法を、情報として積極的に行っていたとの記録もある。という解説もあるが、 1791年5代目、大地格上門よりのりの記録では、何クジラによらず小のちクジラ及び、未公徳者森を、とまたハモウニも県家信仰、しかも取得サルコウとあり、また大地クジラ歌にも、かけたや格上門様組を、親も取り添え子も添えてとあり、クジラの母性本能を利用した捕鯨を行っていた。当初は、遊泳速度の遅いセミクジラや、コククジラなどを飼っていたが、 後には、マッコウクジラや、ザトウクジラなども、対象となった。これらの技術的な発展により、奇襲では、各エモン組クジラ型の大事裏、奇襲繁栄クジラ型の小座裏、新宮領主水野氏クジラ型の宮崎裏を、中心として、捕鯨事業が繁栄することになった。土佐の秋群一両裏においては、ただ五郎エモン吉平によって1624年には、 月取り式捕鯨が開始されていたが、その着手、忠吉左衛門清平が、奇襲大寺裏へと赴き、1683年に、和田角右衛門、雷を治むから、網取り式捕鯨を習得している。この時、吉左衛門も鯨を貸し状態にするとさの捕鯨技術を、供与したことにより、 より遺憾精度の高い技術となり、タイジ地ラでは同年暮れより翌春までの数ヶ月間で96頭のクジラを捕獲した。最下地方においても、同様に17世紀に、奇襲へと人を向かわせ、新技術を習得させている。この網取り式の広まりにより、捕獲容易なコククジラなどの資源が減少した後も、対象種を拡大することで、 捕鯨業を存続することができたとも言われる。古式捕鯨巻期へ、大治江戸時代末期、マシューペリーによる黒船来航を機として開国すると、海軍要請の目的も兼ねて、西洋式の新たな捕鯨法に関心が集まるようになった。難破した漁船から、アメリカの捕鯨船に救助された中浜万次郎は、1863年に、 幕府の命令によってアメリカ式捕鯨法を試験的に試みている。小笠原諸島に住み着いた異国人からボンブランス捕鯨銃を買い上げ、小笠原近海で西洋式捕鯨を行った。アメリカ式捕鯨とは洋式捕船を母船として搭載したボートから捕鯨銃を使ってクジラを捕獲する方式である。このかにも福岡藩、長州藩、 仙台藩などの地域においてアメリカ式捕鯨法が行われたが、いずれも知識や道具の不足によって失敗している。明治時代に入ると従来の網取り法とアメリカ式捕鯨において用いる捕鯨銃を組み合わせた漁法が行われるようになった。この際に用いられた捕鯨銃は1840年代にアメリカで開発されたボムランス銃と呼ばれるもので、 森に爆薬が仕込まれており、手持ち式、または甲板に固定して用いられた。金火山漁業,業株式会社などが行ったと言われる。網取法との併用は、明治時代末まで続いた。捕鯨銃は改良されながら、大事のゴンドウクジラ捕鯨などで1950年代まで、使用されている。ボムランス式捕鯨銃捕鯨3円切ってさらに、漁港周辺の漁場では、 資源が不足するようになったため、ノルウェー式捕鯨法による、円柱距離の漁場における捕鯨が試みられるようになる。捕鯨法を装備した、動力式捕鯨船による、この漁法は、朝鮮近海において創業していたウラジオストクを基地とするロシア太平洋捕鯨会社の活動に影響を受けていた。明治30年前後には、捕鯨基地庫において、捕鯨会社が、 相次いで設立され、相川のように従来は、捕鯨が行われていなかった、東北や北海道にも、捕鯨会社が進出した。日本近海における、ロシア、アメリカ、イギリス等の外国捕鯨船による捕鯨の活発化を懸念した、明治政府も、1897年4月2日に、遠洋漁業省令法を、交付、1898年4月1日施行し、 国内捕鯨の近代化を後押ししている。ノルウェー式捕鯨の導入にあたっては、捕鯨用具の購入は元より、宝手もノルウェー人を雇い入れていた。乗組員には、旧クジラ組の漁師が多く含まれ、彼らの中から、日本人の宝手も育成されていった。北九州などでは、ヤマミなどのクジラ組時代の組織がそのまま、捕鯨会社に活用されていた。 解体技術にも、旧来の方式が引き継がれていた。1908年に活動していた日本における、捕鯨会社は12社28隻に達していた。政府は、日本近海におけるクジラの頭数を保護することが、必要であると認識しており、過藤競争防止の必要もあって1909年に、クジラ量取締り規則を交付し、 全国の捕鯨船を30隻以下に制限している。捕獲対象は、長須クジラと、マッコウクジラ、イワシクジラが中心となり、資源の減少したセミクジラや、ザトウクジラに代わって捕獲された。昭和期になると、母船式園距離捕鯨が開始され、日本捕鯨株式会社や、太陽捕鯨株式会社による南極海での、 白長スクジラ捕鯨が行われるようになった。南極海での母船式捕鯨は、輸出用のゲ油生産が、主目的で、資源の乏しい日本にとっては、外価格特限として重視された。既存の沿岸漁業との競合防止のため製品の持ち帰りが制限されており、日本では冷凍輸送が未発達であったこともあって、牛肉の利用は極めて限定的だった。また、 ゲイタンクや船団への補給用燃料タンクを持つ捕鯨母船はタンカーとしての運用が可能なため軍事上の観点からも政府の支援が行われた。1946年12月2日国際捕鯨取締条約が採択された第二次世界大戦の際には捕鯨船の多くが軍に徴用されうち捕鯨母船はタンカーに転用されてすべて失われた。 かくて母船意識捕鯨は一旦中断したものの、1946年には再建が開始され、食肉供給源及び芸輸輸出による外価格特限として重要産業となった。捕鯨船団は急速に拡充され最大7船団に達し、1950年代の終わり頃からは世界最大の捕鯨国となった。戦前は、 国際的な捕鯨管理枠組みには参加していなかったが、戦後に国際捕鯨委員会が設置されるとこれに加盟した。捕鯨船団の構成は様々であった。最盛期の代表例として、日清丸船団の場合は次の通りであり、数万トンに達する大船団であった。技術的発展としては、1951年に平等森が開発されたことや、 魚群探知機の導入などがある。先端が平らな平等森は、水中での直進性に優れ、浅い角度で命中した時の長弾も、少ない森で、大日本帝国海軍が開発した91、式鉄鋼弾の技術が応用されていた。創業は、資源の減少やエネルギー革命に伴う、原油需要の激減により対象種を白長すクジラから、長すクジラ、 さらにイワシクジラやクロミンククジラへと移しながら継続されたが徐々に縮小され、1976年には水産会社ごとの創業は断念されて日本共同捕鯨株式会社に統合された。1982年に IWC で商業捕鯨停止が決議されると後に日本もこれを受け入れて、 1986年に南平洋での商業捕鯨としての母船式捕鯨は完全停止された。1988年には太平洋でもミンククジラとマッコウクジラの商業捕獲が停止した。1986年に南極海での母船式商業捕鯨が停止されてからは大型クジラ類に対する捕鯨は南極海と北西太平洋における。 調査捕鯨を利用して行うことになり、1987年度から2018年度まで行われた。なお IWC 管轄外の小型クジラ類に対しては引き続き沿岸における商業捕鯨が行われた。調査捕鯨は IWC 管轄下であるが IWC の等数管理が及ばないため IWC 議長から日本が調査捕鯨を休止する代わりに 南半球を呼び、日本沿岸での IWC 管理下での商業捕鯨を可能とする案が提案されたこともあるが、反捕鯨国の反対で否決された。調査捕鯨の実施主体は、日本政府から特別許可証を発給された財団法人日本芸類研究所である。捕獲を含む実際の調査活動は、南極海と北西太平洋沖合における。 五千式捕鯨については、共同船舶株式会社に、北西太平洋沿岸における捕鯨は、小型捕鯨業者によって組織された、一般財団法人地域捕鯨推進協会に委託する方式で行われた。共同船舶者は、商業捕鯨末期の共同捕鯨者の後ろ身である。調査捕鯨は、水産庁所管財団法人の、 日本芸類研究所の下で年間45億から50億円規模の予算で例年2回12月から翌年3月に南極海6月から9月に北西太平洋の沖合と沿岸で実施したそしてその調査費は日本芸類研究所が芸肉販売の収益で賄った南極海での商業捕鯨停止の翌年の1987年度から 1> 第1期南極海芸類捕獲調査を開始した。初年度には、クロミンククジラの捕獲枠を300頭に設定し273頭を捕獲した。翌1988年度から1994年度までは、クロミンククジラの捕獲枠を毎年330頭に拡大。1995年から2004年までは、 捕獲枠を毎年440頭に拡大し、毎年、ほぼ枠内いっぱいまで捕獲した。2005年度からは、第2期南極海芸類捕獲調査を開始し、935頭のクロミンククジラの捕獲枠に加えて10頭のナガスクジラの捕獲枠を設定し、2007年度からはナガスクジラの捕獲枠を毎年50頭に拡大した上で、 毎年50頭のザトウクジラの捕獲枠も設定した。ただしザトウクジラのみは、反捕鯨国の過剰な反発を避けるために捕獲を延期した。ジョルパ2における捕獲実績は最高で2005年度の計863頭で、最低で2012年度の計103頭である。計6隻の船団が2009年度から5隻に、 民主党政権誕生後の2010年度からは4席に減らされ、調査実施期間も約100日から約60日に減らされ、シーシェパードの妨害もあるため、捕獲実績が大幅に低下した。なお、元水産長官僚の小松正幸は、芸肉の需要が低迷しているため、受給調整のために意図的に捕獲数を減らしていると指摘している。 2014年3月31日に国際司法裁判所は南極海における日本の調査捕鯨計画ジョルパ2について現状の調査方法は事実上の商業捕鯨であり調査捕鯨とは認められないとする判決を下した。これを受けて日本政府は南極海については2014年度は目視調査のみにとどめ2015年度から捕獲枠を クロミンククジラのみの333頭に減らして、七種的調査の可能性を探る、新たな新南極海芸類科学調査計画に基づく調査捕鯨を再開し、同年度と2016年度はそれぞれ捕獲枠、いっぱいの333頭を捕獲した。北西太平洋においても、調査捕鯨が行われており、1994年度から1999年度まで、 1> 第1期北西太平洋芸類捕獲調査が行われ、毎年100頭のミンククジラの捕獲枠が設定され、ほぼ毎年捕獲枠上限まで捕獲された。2000年度からは、第2期北西太平洋芸類捕獲調査が開始され、新たにニタリクジラ毎年50頭、イワシクジラ毎年100頭、マッコウクジラ毎年10頭の捕獲枠が設定された。 また北西太平洋においては、小型捕鯨船による、ミンククジラの沿岸調査も開始され、これを含めると、北西太平洋におけるミンククジラの捕獲枠は、毎年220頭、全種総計の捕獲枠は380頭となった。ジャープン2の捕獲実績については、ニタリクジラとイワシクジラは毎年、枠上限まで捕獲できるが、ミンククジラと、 マッコウクジラは捕獲枠数割れが続いた。2013年度の北西太平洋沖合における実績は、ミンククジラ3頭、イワシクジラ100頭、ニタリクジラ28頭、マッコウクジラ1頭、沿岸におけるミンククジラは92頭であった。南極海調査捕鯨に関する ICJ の判決を受けて、北西太平洋においても、 捕獲枠を減少させることとし、2014年度以降の北西太平洋の捕獲枠は、沖合のミンククジラとマッコウクジラを削除した上で、総計380頭から約217頭に変更された。以降の捕獲量は、ミンククジラが2014年度81頭、2015年度70頭、2016年度37頭、イワシクジラとニタリクジラが、 捕獲枠上限の毎年度90頭と25頭であった。日本政府は2017年6月に国際捕鯨委員会科学委員会に新北西太平洋ゲール医科学調査計画完全に利用することが条約で定められているなどの説明を行っている。捕鯨国と反捕鯨国の対立が 先鋭化し IWC 管轄の大型クジラ類の商業捕鯨の再開の見込みはないと判断した。日本政府は2018年12月26日に IWC からの脱退を発表し、離脱の効力が発生した2019年6月30日に IWC を脱退した。これにより IWC の捕獲制限を受けなくなるため、同年7月1日から、 日本の領海と EEZ 内に限定して、大型クジラ類の商業捕鯨を再開する。捕獲枠は100年間商業捕鯨を継続しても、クジラの資源量に影響を与えない保守的な捕獲数として、2019年7月から12月末までの半年で、ミンククジラ52頭、ニタリクジラ150頭、イワシクジラ25頭の計227頭、 2020年以降は、年間でミンククジラ171頭、ミタリクジラ187頭、イワシクジラ25頭の、計383頭の捕獲ワークが設定された。イルカ漁を含む小型クジラ類の捕鯨は、IWC 管轄外のため、調査捕鯨時代にも、商業捕鯨が継続されている。日本の沿岸域における捕鯨では、農林水産大臣が認可する。 小型捕鯨業と都道府県知事が認可するイルカ漁業が設定され、さらに後者は捕獲方法で付近棒漁業と追い込み漁業に細分され、それぞれに捕獲枠の設定が行われ捕鯨が許可されている。なお同じクジラ種でもそれぞれのカテゴリーで別々に捕獲枠が設定されている。2017年度における農林水産大臣より許可された小型捕鯨業で、 捕獲されたクジラのクジラ体処理場の設置場所は、網走、箱館、相川、和田、大寺の5カ所のみで、その年間捕獲枠も、土クジラ69頭、タッパナガ36頭、マゴンドウ36頭、オキゴンドウ20頭と極めて厳しく制限されている。1920年代から商業捕鯨モラトリアムまでの間は、ミンククジラを重要な捕獲対象としており、 そのため小型捕鯨業用の捕鯨船は通称ミンク船と呼ばれていたがミンククジラが IWC の管轄下に置かれてしまったため調査捕鯨時代は小型捕鯨業における捕獲対象になっていなかった調査捕鯨時代は日本政府は IWC において沿岸捕鯨は小規模捕鯨でアラスカなどが 認められている先住民捕鯨と同じであると主張して大型クジラ類に分類されて IWC の管轄下に置かれているミンククジラの沿岸商業捕鯨再開を求めたがアメリカ合衆国やオーストラリア南米の反捕鯨国からミンク,クジラの商業捕鯨は認められないとする反対を受け IWC での採択で承認されなかったまた 2009年及び2010年には前述のように IWC 総会で調査捕鯨における捕獲頭数の削減あるいは休止と引き換えに主に日本沿岸での商業捕鯨を IWC の管理下において認める議長案が出されたが合意に至らなかった。月棒量は手投げ式の森による捕獲方法、追い込み量はワなどに漁船でイルカの群ごと追い込んで 網で閉じ込める捕獲方法で、水族館などの飼育用生体の捕獲も追い込み量の一環として行われている。この他に、沖縄県の一部では、パチンコと、通称されるクロス棒により森を発射する捕獲方法が行われているが、法律上の区分としては、月棒量に含まれている。月棒量師は、クジラ以外にカジキなども、漁獲対象としていることが多い。 イルカ漁業では、岩手県の石イルカ、陸前イルカ、和歌山県のスジイルカ、花ゴンドウ、ハンドウイルカなどを中心に、各種小型白ジラ類の捕獲が行われており、2012年度には、総計1820頭が捕獲され、最大の創業地は、和歌山県で、追い込み量で1154頭、月棒量で233頭を捕獲している。 母船式の商業捕鯨停止直後の1988年には、代替需要として特に石イルカの捕獲数が年間で、推定4万頭となるなど急拡大したが、調査捕鯨の拡大やジャス法改正による、表示の厳密化などで、白ジラ類芸肉の市場価格が下落しているため、漁船の燃料飛行等と重なって、経営難に陥る漁師も出現し、東日本大震災を境に、 岩手県における、石イルカと陸前イルカの捕獲量が激減している。以上のような積極的な捕鯨とは別に、漁網などで婚格された小型クジラについて、地域的な利用を許している。また白長スクジラなど一部の希少種を除く、大型クジラについても、低地網にかかった場合に限り、DNA 鑑定用の資料採取など、一定の手続きの下で利用を許可している。 小型クジラの利用実態は不明であるが、低地毛での根格大型クジラに関しては、ミンクジラ年間約100頭を中心に利用が行われている。なお、漂着したクジラ死体や、集団座礁したクジラに関しては、食品衛生上の観点から利用は推奨されていない。2012年度における、農林水産大臣より許可された、沿岸小型捕鯨で捕獲されたクジラの、 クジラ隊処理場の設置場所は、北海道の網走、函館、宮城県の石巻市や床は、千葉県南房総市和田和歌山県大寺町の5カ所で、山口県の下関が調査捕鯨船の母校として使われた。イルカ漁は、北海道、青森、岩手、宮城、千葉、静岡、和歌山、沖縄の各知事より許可されており、このうちイルカ追い込み漁は、 和歌山県の大地町と静岡県の伊藤市フとのみで許可されている。ただし、富戸では2004年以降の捕獲実績がない。捕鯨活動に関連して捕鯨従事者など特有の文化が生まれた例がある。日本では捕鯨従事者を中心にその地域住民に捕鯨行為に対しての安全大量祈願やクジラに対する感謝や追悼の文化が各地に生まれた。 クジラ一頭七浦にぎわうという言葉に象徴され、普段、クジラ漁を制御としない、海浜地域において、クジラを捕獲してその地域が大量に湧いたことやクジラに対しての感謝や追悼を、記念試行成に伝承していた例もある。他、クジラ歌、クジラ踊り、クジラ絵巻など、クジラ、または捕鯨に関する、歴史的な文化は多数存在する。芸肉が、 食文化として一般化したのは、戦後の食糧難時代であり、クジラ産品の用途一般については、ゲ骨、コツ、クジラヒゲ、ゲイ食用、食文化に関しては、ゲイ肉、ゲ骨コツを参照。日本の宗教観念では、神羅万象を神とする考え方もあり、また人々の生活を維持してくれる作物や獲物に、対して感謝をする習慣があり、クジラバカ。 クジラ塚などが日本各地に混流されている。日本各地にクジラにまつわる神社がある。多くはクジラの意外の一部がご神体になっていたり、捕鯨行為自体を神事としている神社などがある。中にはクジラの顎骨でできた鳥居を持つ神社もある。日本各地にクジラを供養した寺があり、俗称としてクジラ寺と呼ばれているものもある。多くは クジラの墓や戒名をつけたりなどしているが、クジラの過去調を詳細に記述している寺などがある。中には、クジラ観音と呼ばれる観音を持つ寺もある。慶長17年、安望国の里見忠義が、領内から伊勢神宮に、クジラの川を初砲として奉納しており、クジラが神聖なものとして扱われていた。南極海の調査捕鯨に対して、以前から、グリーンピースや、 シーシェパードの激しい捕鯨妨害活動があったが、シーシェパードが2007年度からアニマルプラネットのホエールウォーズの取材陣を同乗させて、さらに妨害活動が過熱となった。なお北西太平洋では、反捕鯨団体の妨害活動は確認されなかった。2011年、米英号で調査捕鯨に農水省の震災復興予算が流用された件に、 関する報道が行われ、寄付金が調査捕鯨に流用されたと勘違いした市民が、在外交換に苦情を寄せた。調査捕鯨予算はそれまでは、年間約5から9億円であったが、第3次補正予算により、復興予算から水産庁に約23億円が流れたことで、合計約30億円、従来の6倍となっていたことが明らかになった。 この復興事業の流用について、日本国内では主に翌年の2012年に NHK で取り上げられ、国会では震災復興と関係の薄い事業費ではないかと論点となった。その他、日本芸類研究所日本芸類研究所への批判も参照。特に映画、ザ・コーブの公開以降、和歌山県大事町の追い込み量が、 反捕鯨団体の強い反発を受けるようになった。毎年漁期になると国外から外国人活動家が道庁に抗議のため訪れ、漁業関係者との間でトラブルが発生している。反捕鯨団体の過激な活動家が、漁具の破壊や暴行などの不法行為で逮捕される。事案も発生しており、第五管区海上保安本部が沿岸を警備し、和歌山県警が町内に、 臨時交番を設置して警戒に当たった。警察から過激な活動家への指導、警告の件数が1シーズンで25件ほどになったり、破壊行為をした活動家が逮捕されている。注釈江戸期の文献では、沖で死んでいるクジラを竜クジラ、浜に打ち上げられたクジラは、ヤドリキクジラと呼称している。ヤドリキクジラに関しては、 漁師が追い込んで座礁させたものも含まれる。ただし、他の地域にも、独自に網取り式を開発したとの伝承もあるが、一遠方後帝四年、和田角右衛門、大治む鯨未交付志向、しかも、絡む志望に、しかももっぱら鯨を、保持大事裏よりお国に謝世まで、相始まり、不信仰と二代目、大地角右衛門より森が記している。 油を水田に注いで、水の表面に被膜を作り、稲の方笹などで払い害虫を落とすと、虫の表面に油が付着し、気紋が塞がれて窒息死する。後には、魚油や、菜種油なども用いられるようになった。明治時代になると、原油から石油へと転換され、第二次世界大戦後まで、運ん類の防除法として利用された。 ペリー来航の目的の一つは、日本近海で捕鯨に従事する、米国船への燃料、食料、水の補給値を確保するためであった。鯨肉については、沿岸捕鯨との、鯨油については、イワシ油などの魚油生産との競合が懸念された。交渉は行ったが、結局、参加に至らなかった。在市土に日本国総領事館ウェブ、国際捕鯨条約第8条2項。 前期の特別許可書に基づいて捕獲したクジラは実行可能な限り加工し、また取得金は許可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなければならない。破損した定置網の修繕費用や給料損害、死体の処分費用などが多額となるため、それらの保証の一部に充てられる。もっとも伝統的な寄りクジラ利用と同じように地元民に 無償分配されることもある。1988年には、北海道で死亡漂流していた土クジラを食用として販売し、552人がサルモネラ菌に感染する集団食中毒が発生している。出典、捕鯨の歴史日本捕鯨協会、www.whaling.jp 2021年11月13日閲覧。森本2008、P179、県文集巻8、関東海にてクジラつくこと、ハットジョナスルーグ、マッピングザ・フォーゴットンコロニー。 ザ・小笠原アイランズザ・徳川ピボットツーザ・パシフィック・クロスカレンツ p126 から 33https コロンスラッシュスラッシュ cross-currents.berkeley.edu スラッシュ e-jouurnal スラッシュ issue-23 スラッシュ rueg2020 年5月9日閲覧。縮小捕鯨へ出発。 朝日新聞1976年10月12日、夕刊三版救面 IWC、調査捕鯨停止を議長提案沿岸で10年捕獲。47ニュース、共同通信。オリジナルの2011年12月22日時点における、アーカイブ。 h t t p w e b a r c h i v e o r g w a v e 2 0 1 1 1 2 2 2 1 3 5 8 5 6 h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 1 0 0 2 c n 2 0 1 0 0 2 2 3 0 1 0 0 1 8 8 h t m l 2 0 2 1年8月初日閲覧 ABCDEFGH 芸類捕獲調査における現状について水産庁2011年5月 q a 南極海における日本の捕獲調査90なぜ日本は南極海芸類捕獲調査でのザトウクジラ捕獲を延期したか日本芸類研究所 AB2012-13 年第2期南極海芸類捕獲調査の調査結果について 財団法人日本芸類研究所2013-14年第2期南極海芸類捕獲調査の調査結果について小松。正幸捕獲数を減らし自滅。調査捕鯨訴訟で完敗週刊東洋経済。 p2https コロンスラッシュスラッシュ t o y o k e i z a i.net スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ35247ページイコールに2021年8月20日閲覧ジャッジメントオブ31マーチ2014ウェーリングインザアンタークティック国際司法裁判所2021年8月20日閲覧 新南極海芸類科学調査計画の実施について水産庁外務省 https www.jfa.maf.go.jp スラッシュ j スラッシュホエスラッシュ pdf スラッシュ j i s s i p d f 二零二一年八月20日閲覧二千十五十六年度新南極海芸類科学調査の結果について 日本芸類研究所201年3月24日2016、17年度、新南極海芸類科学調査の結果について、日本芸類研究所2017年3月31日2013年度、第2期北西太平洋芸類捕獲調査、日清丸調査船団による沖合域調査公開を、終えて日本芸類研究所二千十三年十月十五日、AB 捕鯨をめぐる、 上京水産庁2016年2月、2016年度、第2期北西太平洋原類捕獲調査の終了について、水産庁2016年5月27日、2016年度、第2期北西太平洋原類捕獲調査の終了について、水産庁2016年11月1日、2016年度、 第2期北西太平洋芸類捕獲調査の終了について、水産庁2016年7月25日、新北西太平洋芸類科学調査計画の概要について、水産庁2017年6月7日、捕鯨問題 Q&A、日本捕鯨協会、2021年8月20日閲覧。捕鯨問題における日本の立場から、 調査捕鯨の芸肉を販売することは、技術商業捕鯨の調査であるとの批判。IWC 脱退。政府が正式発表商業捕鯨再開へ。日本経済新聞。https、www. 日経 .com、アーティクル。約スム三千九3938万3 1 3 0 w 8 a 2 2 1 c 1 m、MM、m 零0 0 0 2021年8月20日、閲覧。AB、日本、IWC 脱退商業を補儀7月に再開。日本経済新聞。https、www. 日経 .com、アーティクル、約住むぞ46772540、Z20C19A6EA5000。2021年8月20日、閲覧。 商業捕鯨の再開について、水産庁 ht、http://www.jfa.maf.go.jp/.j/.press/. 国際1 9 0 7 0 1 h t m l ハット小型クジラ類の漁業と、資源調査。水産研究、教育気候研究推進部。2020年3月15日閲覧。 沿岸捕鯨、結論持ち越し日本の訴えに反対多く共同 US、フロントラインニュース、インク。2012年7月5日、日本の沿岸捕鯨、認められず、パナマの IWC 総会。47ニュース、共同通信。オリジナルの2015年6月1日時点における、アーカイブ。 http://wave.archive.org/wave/20150601220450/http://www.47news.jp/cn/201207/cn2012070701001188.html2021 年8月20日閲覧。日米。 沿岸保鯨容人の提案検討調査保鯨は、縮小と米紙。四47ニュース、共同通信。オリジナルの2015年6月5日、時点におけるアーカイブ。https://archive.is/796222221 年8月20日閲覧。日本大百科全書、知恵蔵ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典、デジタル大事典。 生鮮版日本国語大辞典。調査保鯨ことバンク2021年8月20日閲覧。独立行政法人水産総合研究センター。平成25年度国際漁業資源の外境小型クジラ類の漁業と資源管理。平成23年度国際漁業資源の現況。水産庁水産総合研究センター。 2014年4月8日閲覧。高橋1992、調査捕鯨に使われた、復興予算23億円の本当の死と、国際環境 NGO、グリーンピース。2020年2月1日閲覧。捕鯨問題最新情報2011年4月、新潟大学、三浦厚志研究室、調査捕鯨、復興予算で、 増額水産庁が23億円。47ニュース共同通信。オリジナルの2011年12月21日時点におけるアーカイブ。h t t p w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 6 h t t p s www.47news.jp スラッシュ cn スラッシュ201112スラッシュ cn2011121401000924.html 2021年8月20日閲覧シリーズ東日本大震災追跡復興予算19兆円。NHK スペシャル。NHK 2020年2月1日閲覧。 保鯨問題最新情報2012年3月から2013年3月、新潟大学、三浦敦史研究室 AB、第五管区大事長芸類追込む猛漁業、警戒本部の設置、海上保安庁、 http://www.cryphal.mit.go.jp:/info/books:/report2012/html/honpen/p05601401html2013 年9月9日閲覧90人体制で、捕鯨妨害の現地警戒本部和歌山県、大治 キー民法。オリジナルの2014年3月18日時点におけるアーカイブ。 http://web.archive.org/web/20140318104905/http:/www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php ストリードイコール216424 2013年9月9日、閲覧。捕鯨妨害に目光らす、県警が退治に、臨時交番。キー民法。オリジナルの2014年3月18日時点における、アーカイブ。 http://web.archive.org/web/20140318104330/http:/www.agara.co.jp//modules/dailyn-ews/article.php 2 1 3年9月9日、閲覧。田中、俊之。脅迫状、暴行、暴力活動家に悩める捕鯨の町産経新聞。オリジナルの2012年7月18日時点におけるアーカイブ。 http://web.archive.org/web/20120718233817/https:www.isa.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/543637/2021 年8月20日月ラン。C. シェパード関係者。 漁師モニュメント壊す。読売新聞。オリジナルの2012年10月11日時点におけるアーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 1 0 1 1 0 2 2 3 0 h t t p w w w 読売 COJP ナショナル。 ニュース、20121981T00558HTM2021 年8月20日閲覧。ありがとうございます。